というわけでございまして、ギターフロンティアへようこそ。ということで、まだね、なんかこの花粉症のせいでしょうか、目はかゆいわね、鼻声治らないんで、まあお聞き苦しいと思いますが、ちょっと勘弁してください。さあ、今日はですね、またまた全然ね、あの約束してなかったんですけど、カメラさんが、高橋直人くんです。よろしくお願いします。なんと今日ね、なぜ来たかというと、このカメラセットしたでしょ。あそこにもう一台ありますね。実は直人くんが、まあ、前もちょこちょこやってたんですよね、自分のほらミュージックビデオとか、そうですね、 YouTube チャンネル持ってたんだけど、はい、本格的に YouTube 一生懸命やるってんでしょ。そうです、そうです。直人チャンネルっていうか、直人チャンネルやります、ね、で、第1回が俺とこ、そう、教えをこう、押しとつ、教えをとつ、とつ俺さ、正直、先週から聞いてたじゃん。はいはい、行きますから、ちょ、工藤電話しろよって言ってたじゃん、これ本当に突然来るからね、リアルのとつがやっぱいいから、やめて、本当に見て、見てから今日、ほら、すごいんだよ、これでもだいぶ片付けてきたんですよ、僕、倉庫とか、ほら、自宅とか。はいはいはい、もう大変、誰も入れないぐらいここ、店じゃないね、もう倉庫です、入れないですね。さっきあの県外からほらいらっしゃってくださったお客さん、はいはいはい、入った瞬間こう体こうなってます。入れないって、いや本当すごいわ。ということで、改めましてギターフロンティア芸人鈴木です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でね、あのちょっとあの先週も言ってましたけど、僕あの本当にね、確定申告とか、まあ、こういろいろやることとかもたまっちゃって、もう本当にね、散々自分で毎日あげるなんて、まあ、毎日は言ってないですけど、365本、だからちょっと滞ってたんですけど、まだ頑張ります。よろしくお願いします。でね、今日ご紹介する、今週はね、ちょっと企画特集やるよって一応予告してたんですけど、おいおい、言っときますね。今日から、今日水曜でしょ、はい、水木金、どうあるかどうかわかんないけど、皆さんお待ちかね、ギブソン特集、ギブソンアコースティック3連発いきます。やばいっすね。やばいっすよ。直人くんもその昔、数年前までは、はい、実は J45 使ってましたよね。使ってました、使ってました、はい、使ってました、ね、あれは3バース、黒っぽい3バースだっけ。そうですね、いわゆるもう、ね、あの王道のやつですね、はい、今日ご紹介する今週のギブソン特集、ギブソンアコースティックシリーズ1本目は、実はね、今週3本ギブソンあるんですけど、はい、意外と王道じゃない、ちょい外しいきます、全部ちょい外しながら計算したわけじゃないですけど、たまたま、まず1本目は、はい、J45 ではなく J50 です。 J50 来ました。で、ご存知とともに、あの J50 というのはナチュラル、はいはい、まあ、最近はでもそうじゃないのもあるんだよね。あ、そうなんですか。ナチュラルじゃなくて、あの3バーストで J50 ももう最近ね、何でもありですよ、いろんなメーカー、ね、で、今日の答えは2012年製、ちょうど10年前です、うん、そうですね。で、正直ね、程度はいいんですけど、一箇所ね、ガツンってやっちゃったんだね。あ、ぶつけちゃったの、ここ。あ、なので、はいはい、ちょっとお安く、ね、お安くやってみたいと思います。まあ、後でまた僕はあのアップの画面やりますんでね。はいはい、で、もちろん純正のハードケースついてるし、いいと思います。そして今日から、実はこれあのもちろん純正のピックアップがついてますね、ボリューム付きの。はい、これ、エララバックスでしたっけ、確かね。この方。で、見てください、カメさん、これ。んお、なんと、あれ、なんか新しいのが仲間入りしてますね。あのエレアコをやってる時、前まではローランドの、あのキューブ30使ってたんですけど、はい、まあ、これはこれでめっちゃ僕好きなんですよ、はいはい、ただなぜエレアコをアコースティック用でやらないんだと、エレアコアンプ、はいはいはい、入手しました。やっぱりローランドの、ローランド系ですね。これはね、 AC60 と言います。アコースティックコーラス60っていう、まあ、60W 結構でかいんですけども、入力、ギター、そしてマイクも使えるという、まあ、あのさっき直人君とも話してましたけど、これ1台あるとちょっとした会場でライブできますもんね。できますね、これも普通に、はい、で、結構あのイコライザーもついてるし、もちろんコーラス、そしてリバーブがついてるというね、万能、万能、まあ、これだけあれば十分です。さあ、ということで今日はこちらの紹介です。では、そうは言ってもさっきのここ傷があるし、細かいところをこちらのカメラでチェックしてみましょう。どうぞ、はい、それでは細かいところを見ていきましょう、2012年製の J50、 非常に状態いいですよ、綺麗なんですよ。ボディートップもほぼほぼ細かい傷とかないんですよ。で、ピックガードもほんと綺麗なんですよ。だいぶ磨いたんでね、細、まあ、よくちっちゃいすり傷なんだけど、もうほぼわかんないぐらいでね、ここだけなんですよ。だからここだけほらガリッてやっちゃったんね、ここ、縦にカリッとやっちゃいました。これでセンチで言うと
5センチ、5.5 センチくらいの縦に傷が入ってます。ね、ここがまあ気にしないっていう人はいいかもしれない。あとフレットはね綺麗で、まあ、8割ぐらいは十分残ってる感じね。ペグも綺麗でそんなにあの色つやなんかくすんでたりはないです。ロゴも綺麗。さあ後ろを見てみましょう。グローバーのペグを見てください。こんな感じ。で結構ねこのギブソン系ってこのグローバーがねすっげえ金属がこうくすんでしまう個体も多いんですけど、これはそんなことないですね。はい、ネックの後ろも綺麗です。ボディバッグも非常に綺麗。はい、サイドも見てみましょうか。ほらすごい綺麗。ほらバインディングとかも全然傷ないし、非常に本当ね何度も言います、ここだけなんだよね。はい、そしてこちらギブソンのロゴ入りの純正ハードケース、ちょっと膝の上に置いてみましょうかね。ちょっと直人君これちょっと、はい、持ってくれますか。僕、はいはい、僕の膝の上、膝の上、はいはい、ギターに気をつけて、はい、はい、ありがとうございます。ちょっと開けてみてもらっていいですか。はい、はい、この青いやつね。まあ10年しか経ってませんから、まあ、全然痛みないね。ほぼほぼ状態いいと思います。処理とか何もないんだね。はい、じゃあ一旦閉めます。はい、じゃあちょっとそこに、はい、待って、はい、じゃあ気をつけてくださいね。はい、さあそしてこうせっかくなんで先ほどのローランドの AC60 を解説します。こんな感じです。 60W の、アコースティックギターエレアコ専用アンプということです。ギター入力そしてマイク入力もついてますから、ちょっとしたライブができるというね。ここにねピックアップの切り替え、マグネットとピエゾをここで切り替えることができますね。ボリューム、そしてベース、中音高音ですが、さっきね低音をちょっと上げました。1時2時、あとはフラットフラット、そしてコーラス使うときはこのスイッチで、レベルそれぞれね、あのリバーブと、こんな感じでございます。ということでギブソンの J50 2012年製です。はい、どうでしょうか。本当にねこのトップのここのところだけ残念なんですけど、あと非常に状態いいんですよね。じゃあ現行いつものように6弦12フレットで約ですけど 2.5 ぐらいかな。そしてナット幅、約42、そしてこのネックの握りなんですけど、もうほんと普通に C シェイプ、やや薄めで普通です。本当に自然とこういう形ね、かまぼこというか C シェイプです。J50 2012、さあ一体どんな音するんでしょうか。まずは開放弦で聞いてみましょうか。電気通さず生ね。手をくるね。いいですね。で指で弾いてみます。サウンドホール真上、今優しく弾いてます。ブリッジより、デックより、使います。サウンドホール真上、あのキラキラもするね。ブリジョリ、こっち側、弦はいつものにエリクサーのカスタムライト。そしてね、実はこれあの僕前も言ったことあると思うんですけど、ギブソンお伝えするときに全部が全部じゃないんですけど、ここのいわゆるこのピンあるじゃないですか、止めるところの、はいはいはい、これ変えてます。でそこの電話のところにあるの取ってください。あ、これですか。はい、これ純正は、うん、あのこっちあのほらドットのないやつ、もちろんこれをお付けしてきますの で、 で僕ね、まあ、僕のこだわりなんですけど、正直このクラス、その純正のピンでなんかプラスチックが柔らかいような気がするんだよね。さっきどう？確かに実際分かってるよね。実際に、はい。でこれ安、まあ、国産スカットっていうところなんですけど、まあ、そんな高いもんじゃないんですけど、新品これ付け替えるとなんかシャキッとするんだよ、音がね。良くなった感じします。なので、まあ、これもちろんお付けしますので、やっぱオリジナルがいいっていう方はもうお好みで書いてみますが、これで意外といいんだよね。ですからね、今日この動画見てる人で、俺のギブソンなんかいまいちシャキッとしないな、音の気悪いなと思ったら、楽器屋さんで300円ぐらいだっけ、これ。大体ね、買ってみてください。色は何でもいいんですよ。黒でもドットありでもなしでも、これね、こっち。
僕あの白のドットが好きなので、これに付け替えると意外と音変わるよね、これね。シャキッとしますね。シャキッとしますから、これあの騙されたと思ってやって、300円でチューンナップできますから。さあ、そしてこのギブソン、ピックアップついてます。どんな音するでしょう。このね、新しいこのローランドの AC60、 ちょっと音上げてみます。イコライザーがね、ほぼほぼあの低音だけちょっとね1時に上げて、あとはフラット、リバーブとか一切なし、ナチュラルだね。もういいですね。軽く今かけます。で、リバーブもついてます。リバーブかけ、こんな感じ。軽くね、軽くかけました。どう？こんな感じ。合いますね。ストロークでもこのエフェクトをかけたい。優しく弾いてもいいよね、こうね、こんな感じもいいしね。弾きやすいね、このギターね、やっぱりね。サイズも僕らもドレッドも好きなんだけど、これもいいよね、ちょうどね。ちょっとコマ、あれですかね、撫で型なんですかね。ちょっとほら、俺も撫で型、はいはいはい、俺の撫で型特徴だ、これよくエプロンが下がるんですよ、これ。はいはいはい、丸いですね。でね、当店でも今年去年ぐらいからかな、まあ、前からなんですけど、やっぱギブソンの J45 ってめちゃくちゃ問い合わせ多いんですよ。まあ、人気ありますもんね。下手するとね、あのオープン当初ね、正直アコースティックギターっていうと、やっぱマーチの D28 ないですかっていう声が圧倒的だったんで、その次の人気がトリプルの28エリック・クラプトン最近はもう完全に J45 のが上回ったかも。そうなんですね。すごいですよ。で、そういったわけで今日は J45 ではないんだけども、 J50 でも実質同じからね、うん、いや、財布もそうでしょ。はいはいはい。いや、基本だって言わなきゃ分かんないよねまあ分かるけど、言えばでも、あの色ね、そのどうしても J45 の、例えばほら斉藤和義さんの人気のおかげで黒がいいとかさ、はいはい、まあ、いろんな人いるんですけど、もしこのナチュラルでも全然いいっていう人、これでもいいと思いません？ナチュラルもいいっすよね、ギブソンもね。だからこうナチュラルにすることによって音楽性選ばないっていうのがあるよね。これですごいブルースっぽいのもいいし、逆にこれでほらフォークっぽいのも全然あるじゃん。ね、こうやってちょっとまた僕いつもやりますけど、この合格をしてさ、こういうこのフォークっぽいこれいいよね、カッポさんだとこれかとかね、意外と全然いい感じできますね。全然いけるんですよね、こういう感じもあるしね、はい、意外と何でもこれいけるかも。もうね、洋楽でも日本のフォークでも全然ブルースでもロックでも何でもいけちゃうと思います。じゃあお値段なんですけどね、問題はこの2012年 J50、 さっきね例のあのサイトギターショップがいっぱい集まってる、はい、はいはいはい、少ないんだわ今。もうソールドアウトばっかじゃん。なんとないんですよ今、ほんと人気でギブソン。そんな中ね、やっぱそうは言ってもここね、傷、そうですね、ここのおかげで一気に安くします。多分今日も争奪戦だと思いますけど、いいのかね、さっき俺言ったんだよね、なおとくにね、いやそれ安すぎでしょうと、それすげえ安いっすねって。ありがとうございます。じゃあ値段発表します。はい、お早めに税込みで17万8000円です。ありがとうございます。
さあということでね、久々ね、数日ぶりですけども、私今鼻声ですけど頑張っておりますね。決してあのこう丸々なじゃないですから。でもここすね、本当さっきねすごいんで、春先で目もこれ赤っぽくなったでしょ。はいはいはい。花粉だよね。花粉ですね。鼻もそんな出ないし、喉も全然痛くないし、熱もないし、なぜか鼻声なんだよね。それとももっとやばい病気だったりして、どうしよう、俺死ぬのかな。俺もしかしたらもうに、俺もしかしたら30年後死ぬのかな。死ぬわ。それはもうそれは。まあどうでもいいっすの話。さあそういうことで今週はですね、今日からギブソンを3本お送りします。なんと明日はどれか、まあやめてね。まだまだ後悔しないですね。あのちょっと外した。あでも。一本はある意味王道だね。そうですね、確かに。もうギブソンといえば、3本じゃん、ほら。はいはい、はい。あえて言おうか。まあ、今日は50でしょ。まあ、J45 は出てこないです、だから。はいはいはい。そしてね、もう一本やっぱ定番といえば、ハビングバード。はいはい。これも定番ですけど、ハビングバードも今回ないです。ということはもう、あれとあれが出るってことじゃない？あれが出るんですか？あれ。あれはやばいっすね。あれ、あの、あ、言っちゃった今。もうほぼ分かる人だと思いますね。ということで、明日もですね、ギブソンファン、ギブソンのアコースティックファン、楽しみにしててください。ということで、今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。そして、高橋直人さん。はい。今日、リンク貼っとくから。ね、あ、ありがとうございます。新しい YouTube チャンネル。ありがとうございます。皆さんも見てやってくださいね。高橋直人くん。頑張ってます。あそこにあります。俺これ何、そのメイキングが君のチャンネルで、後ろに後ろに、ゲイリー続き YouTube を撮るの巻き、撮るの巻きがよろしくお願いしますということで、明日またお会いしましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。